肖像ヨハンダ・アビト・ミハエリスは、ドイツの神学者、東洋学者。はじめハレ大学、後に、ゲッティンゲン大学で、モーセの立法、旧約聖書の解釈学、セム書号を教えた。主書に、モーセの立法がある。デンマークによる、アラビア探検を計画したことでも知られる。アウグスト・ビルヘルム・シュレーゲル及びフリードリッヒ・シェディングと、結婚したカロリーネ・シェディングは娘。ミハエリスは、 プロイセン王国のハレで生まれた。父親のクリスティアン・ベネディクト・ミヒャエリスは、ハレ大学の進学、哲学、東洋学の教授だった。1733年にハレ大学に入学し、特に父親とバウムガルテンに学んだ。1739年に、ヘブライ語のニクードに関する論文で博士の学位を得た。1739年から、ハレ大学で、 思考士として働いたが、1741年に、とえし、ここで、オランダのアルベルトス・フルテンスに強く刺激され、またロバート・ラウズにも影響を受けた。1742年から1745年まで、再び、ハレ大学の思考士を務め、セム書ごと、聖書解釈を教えた。イギリスの聖書学をドイツに紹介する役割を果たした。その後、ゲッティンゲン大学に移り、 1746年に東洋学の院外教授、1750年には哲学の正教授に就任した。1751年からアルブレヒト・フォン・ハラーの下でゲッティンゲン科学アカデミーの初期、1761年から1770年まで会長を務めた。1753年、ミハエリスはデンマーク王フレデリク五世に対して、 中東への探検旅行を提案し、調査すべき100の項目を選出した。旅行は1761年のペール・フォルスコール、カールステン・ニー・ブールらのアラビア探検として実現した。1771年に学術雑誌、オリエンタリッシュ・ウント・エクソジシュッシュ・ビブリオテックを創刊し、1791年まで刊行した。1791年にゲッティンゲンで没した。 ミハエリスが1764年から没するまで住んだ家は後にゲッティンゲン大学の所有物となりミハエリスハウスと呼ばれるようになった。ミハエリスは1748年にサミュエル・リチャードソンの小説クラリッサをドイツ語に翻訳した。岡崎小生によるとミハエリスは聖書を批判的に研究する新教技派と呼ばれる神学者に属し、 イギリスのリシンド論の影響を強く受けていた。ゲッティンゲン大学の同僚であったヨハン・クリストフ、カッテラーや門人のアウグスト・シュレーツァーといった啓蒙主義的な歴史学であるゲッティンゲン学派の人々に強い影響を与えた。ありがとうございます。